本ずつ投げ合いました。さて広松田さん、この試合は NWA 対 AWA の対決と見てもよろしいですね。そうですね。ホフマンはやっぱりはい、ヨーロッパで長くやってますから、ヨーロッパのルールとアメリカのルールが違いますから、はい、要するにヨーロッパの場合は、ラウンド戦になってまして、1ラウンドが、5分5分なんです、はい。ですから、要するに相手が倒れた場合、相手が起きてくるまで攻撃できないようなルールになってますから、そのなんて言いますか、ルールがまだ抜けきらないような感じですね。なるほどね。ずっとこのシリーズ見てますと、田澤さん、このフォースト・ホフマンの技というのは非常に小刻みで、いろんな角度から大技を展開するというような感じですね。それにね、その攻めてる攻防が常にね、はい、変わってくるんですよね、はい。攻めてるかと思うとそれは守りになり、守ってるかと思うとこれが攻めになる、ここら の, その流動的なね、連鎖が非常に面白いですね。ロープに逃れます。ジャンボ鶴田でやります。松田さん、今の技ですけれども、フェースロック、そして足はくの字に曲がってましたね。そうですね、背中が非常にあれですが圧迫されてるんですよ。そうですね。さあ、がっちりと組み合います。巻き投げ一戦であります。ホースト・ホフマンです。非常に軽いウェイトです。ホースト・ホフマン118キロでございます。サイドスープレックス、あるいはこの試合ではまだ見せておりません、弓矢固め、セコバックブリーカー、こういったのが18番でございます。腕を決めにかかりました。左の腕、関節のあたりを攻め込んでいます。ホースト・ホフマン、1935年ドイツのギャピロンズの出身でございます。ハンブルグ高校から体育専門学校に進みまして、アマレスと射撃でドイツチャンピオンになっています。大きく投げを打ちました。ニードロップを落とします。ホースト・ホフマン、ちょっと動きをが鈍くなりました。ジャンボ鶴田、大きく左の腕が顎の先端に絡まっています。チンロックの体勢になりました。ホースト・ホフマン、田澤さん、はい、ヨーロピアンスタイルのレスリング、技で言いますと